はい、今回はね、ドラもちあんこのホイップですね。では食べてみたいと思います。これはね、ローソンだからっていうところです。ドラもちピカ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 、ドラ焼きドラもちみたいな感じ。なかなかね、初代の人にも大山さんには真似はできませんね。今の現在のドラえもんの真似でもちょっとできませんけども、こうやってあんことホイップが入ってるんですね。ではちょっと変わった形してるね、これね。はい、ではいただきます。はい、ふんわりとして美味しいよ。ふんわりとしてる中にほら、ここにあんこと、うん、こう合わさってね、なかなかいい味わいですよ。で、結構な味と、美味しさがあってね、うん、これはなかなかいいなと思います。で、こう、と柔らかい。お布団みたいな柔らかさね。ちょっとわらび餅みたいな感じだね。皮がいいね。で、ふんわりと。ボリュームがあって、なかなか、まあこれはこれで食べ応えがあるんじゃないかなと思います。どうもありがとうございます。